こんにちは、メルです。今回は、2022年に、スーパーカブが納車されて、2、3日後に、北海道にツーリングに行った動画を、ちょっと今更ながら上げていこうと思います。今、自宅から自宅の大阪から舞鶴港に向かっているところなんですけども、まだ、BMW の R1200GS アドベンチャーというバイクからスーパーカブに乗り換えたばっかりだったの、乗り換えたばっかりなので、本当にこう、なんて言うんだろうな、すごいフラフラするんですよ。やっぱりBM の大型バイクと違って、もうちょっとこう気を抜いたらすぐ右に左にこうフラ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 、接地感が全然なくてめちゃくちゃ怖いなって思いながら、走ってるところです。しかもただでさえこう大型と比べて、全然こう接地感がないのに、リアキャリアにもう満載の荷物を乗っけてるんで、なんか前輪が浮いてるんじゃないのかなっていう風に感じるぐらい、でした。でまあだんだんけどそれも1時間ぐらい出発してから走ってたら感覚的に慣れてきて、まあこんなもんだったなみたいな感じで、まあこれならいけるかって安心してる頃ですね。でまあフェリー乗り場に到着しました。大阪からで下道だとやっぱりなんか途中で休憩してたりとかすると4時間5時間かかりますね。ナビではなんか2時間半とか3時間ぐらいとかって出てたんですけど、絶対倍ぐらいはかかると思います。はい、今からですかね。そうですね。あと正面入って左側にカウントあるんで、そこで手続きしてもらって、はい、手前に体温測定器あるんで体温測定お願いします。体温測定。ああ、わかりました。で、この後外に食事会も出られます？いや、もうずっとここに多分いると思います。あの体温の人につけてもらえますかね。わかりました。はい。で、この日は、平日で別に連休とか関係がなかったんで、そんなに人いないかなって思ったんですけど、まあ、だんだんこう出港の時間が近づくにつれてどんどん人が増えてきました。やっぱり夏の北海道は平日でも人気ですね。で、乗船が始まったところです。で、ここに来るまでに近くにフレッシュバザールっていうスーパーがあるんで、そこでフェリー乗り場の中で食べる食べ物とか、カツオのたたきのタイムセールのやつとか、そういったものを買ってました。これはなんだっけ、まあなんか巻物なんていうのかなを買って、あとはまあお酒とか、も買い占めてます。で、フェリーに乗る前に、手持ちバッグにそのフェリー内で使うもの、充電器とか、充電ケーブルとか、まあそういった食べ物、飲み物、モバイルバッテリーとかを、手提げバッグに、入れ替えてた方が便利です。まあもう何回も北海道行かれてる方だったらご存知だと思うんですけど、初めて行く方に参考になればなと思います。なんか何回も北海道行ってるんですけど、やっぱりこのフェリーに乗り込む瞬間はめちゃくちゃテンションが上がりますね。こう旅が始まるんだなっていう感じがして、すごいワクワクしながら登ってるところです。このどこに行くかっていうのは係の人がちゃんと誘導してくれるんで、急がずにスタッフの方の手の動きを見てその通りに進んでいけば、問題なく止めれるはずなんで。
こうやってまっすぐここに止めてくださいっていうのを押してくれてるところですね。で、舞鶴から、小樽に行く新日本海フェリーの方式、指定はサイドスタンドで、ハンドルロックしてギアは一速にして停車ですね。でフェリーに乗り込んだらここからはもう、暇つぶしですね。20時間フェリー内に監禁されるんで、まあひたすらなんか船内うろうろしたりお風呂に入ったり、まあ、外の景色見に行ったり、まあアイス食べたり、まあ、ちょっと勇気出していかにも一人のバイク乗りの方に声かけたりとかして、なんとかこうその20時間の暇な時間を一生懸命潰しそうとしてるところです。まあ、なんかこういった夕日が見えたりする時間とかはいいですね。なんだろうな、旅に出てるなって語彙力がなくて申し訳ないですけどなんかこうちょっとこうロマンチックな気分になるというかになります。で、北海道の小樽に到着しました。この北海道に降り立つ時も本当にこうワクワクしますね。みんなすごい焦って、中にはここでなんかこけたりする人もいるみたいですね、早く降りたくて。で大体の人はここで降りてすぐにこう小樽市内に行くんですけど、僕はわざとこうちょっと U ターン気味にフェリーに戻って、毎回自分のバイク と、この新日本海フェリーさんの、フェリーとを並べて、写真を撮るようにしています。なんか今回はちょっとトラックの、が来ちゃってフェリーと重なっちゃって残念な写真になっちゃいましたけど、まあそれでも毎年そうやってやってるんで。こんな感じですね。真ん中のトラックがいないともっと良かったんですけど、まあまあ自分用なんで別に。これなんか結構後で見返した時になんか結構いい思い出になるんで、僕的にはおすすめです。ただこの辺結構なんかその貨物のトラックがうろうろしてるんで、ちょっと気をつけて停車してもらった方がいいかなって思いますね。でいよいよ、小樽市内に向けて、走っていきます。まあ小樽に到着するのがだいたい夜の9時とかなんですよね。でもう9時なんで近くのキャンプ場とかに行こうにもそのチェックインはできないし、もう必然的に24時間の銭湯に行くか、近くのライダーハウスに行くか、まあ、またはビジネスホテルに泊まるかっていう、そのなんか3つぐらいの選択肢しかないんですよね。昔はこの脇にある公園でライダーたちがテント張ってたらしいんですけど、まあ、あまりにもちょっとひどいんで禁止されたみたいですね今はもうその公園に、テント張ったらダメになってるんで、皆さんも気をつけてください。で今日泊まる予定の、ライダーハウス小樽さんに、到着しました。まあ、事前に予約してましたしてたんで、すぐに、チェックインして一泊素泊まり1500円払って、その後は
すぐにみんなで飲み始めました。ライダーさんが10人ぐらいいたかな。もう夜中の2時ぐらいまで本当に若者から年寄りまでもうみんなで輪になってもうゲラゲラ笑って本当に楽しかったですね。なんか初めてここを使ったんですけど、まあまた北海道に行くときはここ使わせてもらおうかなっていうふうに思うぐらい本当に楽しかったです。オーナーさんもとても親切な方でした。で翌日、昨日の、ライダーさんとかと、朝お別れして、小樽から北上しているところですね、まあ、天気がちょっとあいにくで雨が降ったり止んだりを繰り返してたんですけど、なんかちょっとした晴れ間になったのでもうこれはいけると思って走り出してるところです。まあ、別に小樽でゆっくりして小樽観光してもいいんですけど、フェリーでこう言ったら丸20時間監禁されてるみたいなもんだったんで、なんか気分的には走り出したくてしょうがないんですよね。なのでこうもう雨降ってもいいわぐらいな感じで走り出してるところです。ただまあだんだんこう、天気も良くなってきてほっとしてるところですね。まあただスーパーカブが、60キロを出すともうエンジンがうなりを上げてるんで、これはちょっときついなって思いながら走ってましたね。この時はもう一般の車がもうだいたい90キロぐらいとか出してるんで、もう後ろに車がついてめちゃくちゃイライラしてるのがわかるんですよね。これはちょっとふざけてるんですけど、すいません、中年のおっさんがこんなことしちゃって。同じ姿勢のままでいるとなんかしんどくなってくるんで、たまにああいうことをしたりして、なんか ストレッチじゃないけどみたいなことをしてます。でここでちょっと休憩してたら若者と、出会って、1時間ぐらい話してましたかね。なんか札幌から宗谷岬を歩いて目指すっていうことだったみたいなんですけど、ここの白狼の滝かなんかっていうところでちょっと後悔してるような感じでした。無理かもしれないって言ってましたね。その後は、セイコーマートで買い物を済ませて、留萌にある黄金岬キャンプ場というところに到着しました。時間は夕方の4時ぐらいだったと思います。ひとまずテントを張って、ほっとしてるところですね。で隣を見たら、ソロライダーの方がいたので、まあ、よかったら一緒に晩ご飯でも食べませんかって言ったら、あ、いいですねっていう感じで、そこから彼と一緒に、食事をとることにします。彼は50代の方で、もうセミリタイヤされてるそうで、時間があるので、せっかく夏だしバイクも乗ってるし北海道に来ようかっていうことで、今回北海道に来られてるみたいですね。で、まあ、今後の北海道のどうやってルートを走るのかとか、で、まあ、なんだろう、もうまた人生のこととかをたくさん話してたんですけど、まあ、年齢も近かったんで、非常に楽しかったですね。最後に Facebook で、つながって、で、寝ることにしました。この日の走行距離は、小樽から145キロぐらいですね。はい。北海道1日目の、動画は以上となります。もしよろしければグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。